さて、どんな会が待っているんだろう。とりあえず、電気つけてないから暗いな、これ。もう。どこや？これか。すごいね。それにしてもでかい家だな。あったあった。うん。消えろ。よし。これで、クリアなんじゃない？まあ一度録画してたんですけど、あまりにも画面がカクカクしてて、なおかつ声もなんか途切れ途切れになってたんで、今2回目なんですけどね。さて寝ますかな。はい。次は9日目ですね。今回は残念なぐらい2回目なんでサクサクといっちゃいますが、お2回目とは言えど、よし、お前だ。よし、さて、2回目とは言ってもあんまり覚えてないな。確か和室にね、日記があったんだよね。いい。ほら。今日で11日目だ。最近では下の階からも不気味な音が聞こえるようになった。上の階から足音が聞こえてくるのならわかるけど、下の階から天井を這いずる音が聞こえてくるのはおかしくないか？確かに。まあ確かに確かに。どういう状況なんだ？このスリッパすごい気になるのはもう最初からなんだけど、まあこれは後の楽しみだね。はい。とりあえず出て、うん、なんか手形がね。よし、これでこの日は終わりなはず。眠りにつきますかね。はい、寝ます。10日目。暗い。確か書斎に懐中電灯があったはず。そしてなんか怪しい声が。最初聞くとびっくりしちゃうよね。何の声だみたいなね。
血だな、血だまり。まあとりあえず書斎に行きますか。なぜ暗いんだよな。これだ。L でつく。何回見てもね、この血の涙を流してる姿が可愛いと思っちゃうけど、そんな私はおかしいんでしょうか。とりあえずほいほいほい。あ、そうか、お札がまだだったんだ。お札どこだっけ。お札、違うか、ここじゃねえか、ここじゃないんだ。お札、なかなかお札が見つからないんだよね。電気つけるの忘れちゃった。よし、ここら辺に確か、ういさて、お札も見つけたことだし、あの可愛い女の子のね、涙を止めてあげましょう。うい相変わらずこのサインが気になっちゃうけどね。他なんかあったっけ。あ、そっか、うん、この手前の血だまりと、あと奥に何か見える人の顔らしき。普通に考えればね、こんなの出てきた瞬間もう飛び出しちゃうけどね。もしかして友達がいないのかな。他は何もなかったような。はい、うん、もう普通に眠りましょうか。ほい、はい、無事11日目迎えました。うん、ちゃんと電気ついてるんだよな。でもいまいち明るさが、もっと明るい方がいいな。で、明日で2週間を迎える。噂の通りなら明日死ぬことになる。何かあった時のためにお守り、お札、大音量スピーカーと念仏 CD を用意した。何としても乗り切ってみせる。まあ用意は万端ということで、何かあったっけかな。この辺りだ。で、もうね、お札さえあればお化け怖くないですからね。おお、うりゃ、消えてしまえ。あれうまく押せなかった。なかなか難しいな。コントローラーとか使えると本当にいいんだけどな。他どっかいたかな。こっち行ってみるか。あれ、これもしかしてライトつけなくても、まあやっぱつけた方がちょっと明るいな。ショック。ここか。お、いい音してる。
されてる？殺す。何者なんだろうね。すごい恨まれてんのかな、この主人公。いや、主人公がっていうよりは以前に住んでた人がみたいなね、そんなことを思わせるような内容だけど、果たして。さて、いや、ロフトのある家って結構憧れるんだよな。この上で眠りたい。お、そういえば友達もロフトは荷物置き場に使ってた気がする。そっちの方が一般的なのかな。ふふ、うい。よし、やっつけた。これで安心して眠れますね。うい。さて、無事に。これがね、手だけなのかみたいな。まあとりあえずお札を見つけないことにはどうにもできないんで、お札探しに行きます。心臓を温めてどうすんだ。あれ、さて、さて、まずは心臓に本当に止めてあげよう、心臓を。こりゃ。して。いいね、この足が。足の臓器が。はい。さて、まあパンでも食べて落ち着きたいところだけど、とりあえず寝室にあったあの手を成仏させてあげましょう。違う、出てこい、お前だ。よし、これで安心して寝れますね。はい、不気味なサイレンが。
消えたりしてるっていうのが、もう消えた。でも和室に何か秘密があるというのが正しいですね。的には集中治療室とかそんな感じだよね。おはよう。調子はどうかな。君は13日もの間眠っていたんだよ。2週間投薬しても目を覚まさなければ治療を断念することになっていたんだよ。とりあえず栄養剤を打つからゆっくりと休むといいよ。おやすみ。ということはやっぱり入院を13日してたっていうことは1日ずつ回復してたとかそういうことなのかな。まあそう考えた方がしっくりくるかな。その1日1日回復していったその経過がこう描写されてるような、そんな気がしますね。